11列のパドックへご案内しましょう。カブレラ特別4歳以上1000万クラスハンデ戦直線芝 1000m 16頭で争われます。発走予定時刻は15時25分です。新潟競馬11レースカブレラ特別のパドックをお送りします。解説はダービーニュースの澤田美希さんです。では見ていきましょう。10番バイラオーラマイナス18キロ、はい、ちょっとねこう大幅に減りすぎた感じでね、こう気配も寂しく映りますね。それでは推奨馬をお願いします。はい、14番リネンパズル、6番ジニオマジョーレ。新潟からカブラヤ特別をご覧いただきます。新潟競馬第11競争カブラヤ特別、4歳以上1000万条件ハンデ戦芝の一直線 1000m、 出走馬16頭で争われます。芝コースはやや重の発表です。正面スタンド左手一番奥深い地点からのスタートです。ジニオマッジョーレが勢いよく今6番ゲートへと誘導を受けました。バクリが進んでオーセロは最後に向かいます。16番ゲートに収まりました。係員が離れます。体勢完了、スタートしました。さあ先行争いに入ります。各馬がどっと飛び出しました。内ではキングオブザベストもスーッと前へと上がっていきますが、外目からはタムロウィング出てまいりました。さらにはグラスピュア、一番外はオーセロは広がります。その後ろにリネンパズルが4番手を追走していきます。前は3頭が抜けた形、そのオーセロをわずかに先頭か、グラスピュア、タムロウィング、その後ろ4番手にリネンパズルがつけています。あとは一番新さんゴールデンウィン、ゴールデンリングが追走します。横にドッと広がっています。そしてその内をついてはスマートキャングも後位へと取り付こうとしています。さらにその内から日本ピログッデン、最内が3番のキングオブザベストと広がっています。あと 300m 地点です。先頭はグラスピュア、外からオーセロワ、内からはキングオブザベストが差を詰める。さらにはリネンパズル横に広がっています。あと150、先頭はグラスピュア、内から突っ込んでくるのがバイラオーラ、バイラオーラ、さらにはストックから名勝七星、前はバイラオーラ、名勝七星、並んでゴールイン。バイラオーラと11番の名勝七星、最後鋭く抜けてきました。11番の名勝七星が外、内が10番のバイラオーラ、その後は3番のキングオブザベスト、そして5番のエクレウスも最後加わっての3番手争いです。勝ち時計は55秒9、上がり4ハロン50、上がり4ハロンは44秒1、3ハロン34秒0でした。新潟競馬11レースカブラヤ特別、ゴール直前で様相一変、外から伸びた11番の名勝七星と間割ってきたバイラオーラ、この2頭の争いです。バイラオーラか名勝七星か、その後の3番手争いも接戦。3番のキングオブザベストに最後5番のエクレウス、この2頭が並んでの3番手争い。13番グラスピは5番手の入線です。新潟11レースメインのカブラヤ特別、ゴール前2頭の際どい勝負となっています。バイラオーラか名勝七星か、写真判定、3着4着も写真判定、5着が13番のグラスピュアです。レース確定までもうしばらくお待ちください。